それでは例に漏れず自己紹介をしていただいてチーム名を決めていただきたいと思います。はい、それでは自己紹介をお願いいたします。はい、雪小屋だとしたら触っちゃいけない5人目触るタイプです。呼び方です、お願いします。最後の人だ。危ない危ない。YouTuber やってます。はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。とても元気です。あ、ウェブ漫画家のジョンソンとわけですよ。本当本当に元気じゃない。すごい元気です。元気です。ジョンソンともゆきさんです、お願いします。今日はアマラをやっています。岡田萌恵です。大丈夫かな。大丈夫か。大丈夫か。めちゃくちゃ笑顔だけど。そうですよね。はい、お願いします。つまみと申します。よろしくお願いします。いや、いいのよ。そうですね。いや、いいんですよ。はい、確認ですけど、元気ですよね。そうそう、大丈夫ですよね。はい、よかったです。ちょっと、大丈夫ですか。みんな元気です。はい、じゃあそれではチーム名を決めていただきたいと思います。はい、まあ、元気チーム元気いいですね。大丈夫かな。早速、大喜利参りましょう。はい、それではチーム元気の皆さんの大喜利のお題、こちらでございます。動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこと。はい、こちらお題提供はようかわさん。はい、ということで動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこと。はいはい、でもいろいろコラボなんかねしてるよね。はいはい、いろんなキャラクターとかもしてるし、ありそうね。そうですよね。これ呼び乗りさんがいるんで、なんかこう授業を受けてるみたいな斬新だけどね、この姿は。はい、ではお願いします。動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。あの夏でもう暑いし、もう動物臭いので、ね、ゲロを吐きそうにシンプルに個性みたいな。いやでもそうよね。動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。1キロ先からレスポンスがある。ちゃんとね、そう、遠くが本当ですね。動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。あのロックフェスってよくあのタオルとか巻くと思うんですけど、うん、あのそれがヒョウ柄で、勘がいい人が複雑な気持ちになる。なんかね、なんか取られてんじゃないかなみたいな。動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。客の最前列に象がいて、頑張れば触れられる。いい距離感。触りたくはないけど。動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。区がやってるので安い。800円。安いんだね。公共事業なんだね。安いわ。子供400円。音もそんな大きくなさそう。確かに、みんなに配慮した。そう、動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。あの大音量のストレスで動物の半分ほどが死んでしまう。悲しい。ちっちゃいリスとかね。あ、慣れてないからね、大きい音とか。動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。多分このロックフェスに出演した女性アーティストの影響だと思うんですけど、あの全くそういうの聞かなかったタイプの猿たちが、あの一斉にロックなんか聞くようになってる。なんで、はい、なんでだろうね。女性の猿はロック聞かないから。動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。ミステリアスなミュージシャンとかもプロフィールが書いてある。ちゃんとね、そうそうそう、説明書きが人かみたいな。優しいな。それはもう面白い。いいですね。動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。バンドとバンドの間に猿マーチがあるんですけど、絶対トイレタイムにされる。まあそりゃそうだろうな。急に人がガラガラいる。動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。はい、マンウィズが動物側で参戦。そうですよね。一応人間じゃないですか。狼、はい、動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。あの触れ合いコーナーにダイブする。ダメよ。そう、絶対言っちゃダメじゃんね。動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。楽器とかを象牙で作ろうってなって、このために絶滅した象がいる。悲しいな。確かに問題になる。動物園とコラボしたロックフェスでありがちなこととは何。あの基本的に区がやってるんでめちゃくちゃ安いんですけど、あの下手にサンリオと協賛した結果、あのやっぱビールはめっちゃ高くなってる。アミューズメント会社。はい、ということでチーム元気の皆さんです。ありがとうございました。